幸な人と幸せの人の差、それは準備か用意か支度か、この記事がすごい反響を呼んでるんですけど、うん、幸せか不幸かっていうのは、はい、もう答えから言うと生まれとか育ちはねほとんど関係ない。中国で有名な実験があるんですけど、はい、ものすごく知能指数の高い子ね、これをウルトラスーパー教育をする、中国だからできるんですよ。5歳ぐらいでもう大学卒業してるぐらい数学ができるとか多分、うん、でもっと勉強するもっと勉強するもっと勉強するってのも12、3歳ぐらいでもうアインシュタインレベルの高等数学が全部できるとかね、物理学ができるとか、じゃあこの人こう野に放すわけ、じゃあどうかっていうと銭感情ができないとか、うん、人間関係の構築ができないとか、はい、で決して幸せにならないというのがあるので、じゃあダメな子、学校の勉強ができない子、これをものすごいエリート教育する、そうするとねうわー成績上がるんです。そうするとね26、はい、7、8ぐらいまではものすごくうまくいって出世するんだ、はい、ところがそっから先がねジャーッと落ちてくる。だって一生政府が面倒見れない、やっぱりね銭勘定ができないとか人間関係できないとかね、夫婦関係が破綻するとかね、子供の育児ができないとかね、ダメになる。だからどういうことかって言ったら結局自分なんだ。これがねその優秀なやつっていうのはドブに投げ込んで踏みつけても這い上がってくるし、絶対ダメなやつっていうのはエリート教育しても自分から落ちていく。もしもねこの番組見てる人が、はい、自分が運が悪いとか親がちゃんと何とかしなかったとか、はい、自分はねその学歴がないとかねお金がなかったとかっていうのはね確かにその通りです。同情いたします、するんだけども、それでも上がるやつは上がるし、お金あげたって使い込んで逃げるやつとかいるんだから、うん、それは今からやっぱりね支度ができてるのか、うん、用意ができてるのか準備ができてるか、もうここに決まっちゃう。あの思春期とか30歳ぐらいまではそれは出自とかってすげえありますよそれは、はい、最後の最後になってきて大体ね40歳ぐらいからだと思うんですけど、うん、山があるわけよ、はい、張先生はこっちからってこう山登ってるわけ、はい、で俺もこっちから山登ってるわけよ。である人はこっちから登ったらこっちから登ったりしててね、はい、でその生まれとか育ちがいいやつっていうのはね、例えば富士山で言ったらさ5合目までさバスで行くどころかさママのフェラーリとかで5合目まで行くんじゃんすげえ楽じゃん、はい、その例えば張先生とか言ったらもう1合目からさもうなんかあのしかも後ろ向きにこう登ってるくらいの苦労してるわけよ。で俺はそんな苦労してないから、はい、まあ、5合目くらいまで自分でバイトした金で横浜から東海道線で行って富士急のバスとかで5合目くらいやってるわけよ、はい、でもここまでみんな来たわけよ。でもこっからはどんなに大金持ちでも自分の足で歩いていかなきゃいけないわけよ、うん、そうするとね6合目くらいまで誰でも行くんだよ。変な話さ軽装備でも行けちゃうんだよ。夏だったらさミニスカートとハイヒールとかで持ってるバカいるじゃんたまにいますね。いるんだよ、行けちゃうんだよ、はい、でもそれがね7合目ぐらいになってくるとやっぱりダメなやつはダメだし、うん、体育会系のやつもさ酸素の能力が弱いやつはさ、うん、苦しいとかって高山病になったとかってなるわけでしょ、はい、でそれでも登ってくるとね8合目ぐらいになるとつままってくるからなんだ。そうするとあれあのとこに張先生がいるなとかさあのとこに吉野先生いるねとかこうなってくるわけ、うん、そうすると見えるとさ富士山もさこっち側のルートとかこっち側のルートとかさ、はい、いろいろあるんだけど、はい、登ってくるとさあいつも頑張ってんだとかって見えるのがね7合目とか8合目ぐらい。でもう9合目ぐらいになるともうみんなわかるわけよ、あいつも頑張ってる俺も頑張ってるとかっつって、うん、で頂上に来たらバンザーイってやる、うん、その上にやった時にお前さ何で来たの、何おふくろのフェラーリとかさ誰も富士山の頂上でそんなこと言わないんだよ登ってきたら登ってきたで、ね、山小屋にみんなで集まってさ、はい、でみんなに弱気見ようぜバザーイとかってなるじゃん。だそこでさ生まれも育ちも15合目まで行ったやつはもう関係ない。ところがねよくあるのがね6合目で俺行ったことあるんだよとかって言って自慢するやつね。それで6合目まで10回行ってるんだよ。それ10回すると65合目まで来てるんだけど結局1回も行ったことないやつ、はい、一番ダメなやつが途中まで行って帰ってくるやつ。これほら吉田健康の忍耐寺にある方針っていうさつれづれさんに書いたのもあるけどさ、かばかりかってさ、いや忍耐寺ってこんなもんだよって途中で帰ってくるその話があるわけ。最後まで行ってないやつに限ってさ途中まで行った時俺はすげえんだよねとかってなるわけ富士山登るのも支度と用意と準備なので支度っていうのはさ映像を投稿したけど、はい、ご飯の支度できましたよってやつで、ご飯の支度できたってじゃあ食べようってあれお母さん僕のお箸ないってごめんねじゃあ僕ちゃん取ってきてはーいとか、お父さんもさわさびがねえじゃねえかって、うん、あわさびねじゃあちょっと取ってくるねって言ったらさ、例えばシューマイがあってからしが欲しい、はい、からしがないじゃないかって言ったらさ下のコンビニで買ってきますとか結構できるわけ、うん、でも別に誰も怒んない。それが支度ができたっていう次元、これご飯の支度でよくある、まあ、箸がないとか箸が例えば左右違うとかさ、はい、あんじゃん用意っていうのはね用意どんどんオリンピックでさ用意パーンってやるじゃん、はい、今ちょっとルール変わってるけど昔ねフライングってね2回まで OK とか時間あったのね、あのハンマー投げなんかも何回まではファールしてもいいとかって、うん、でもあれいやもう一発勝負ねって言ったらさ陸上の 100m なんて
って最初の「よーいパーン!」ってやっててデジタルカメラに撮っててちょっとでもフライングしてたらアウトって言ったらさ、それを例えばね神奈川県って言うんだったら横浜市の旭区の予選、横浜市の予選、神奈川県の予選、国体に入ってきて、でそこで何位に入って、オリンピックに入って予選行って何とかかんとかっつったらさ、どんだけ少なくても20何回とかぐらいはさやってるわけよ、うん、でそこで1回もフライング許されないって言ったら走る能力よりもフライングしない能力の方が大事になっちゃうでしょ、はい、でも最後までやっぱりやるわけよ。だからボルトですら用意ドンだった、うん、じゃあ次何だって準備っていうのは順次って備える、もうこれはね発射準備 OK っていうわけよ。ロケットはそうじゃん、はい、ね、5、4、3、2、1、0発射ってピューってなるわけで、その1秒前とか2秒前ってごめんネジ締めてなかったよとかって言ったらもう着火した瞬間にチューンってなっちゃうわけ、はい、でそうするとさごめんなさいとかもう核兵器の爆発ぐらいのことが起こっちゃうわけね、はい、ロケット1機がさ花火みたいに300円ぐらいならいいけどさ、まあ、はっきり言うと超ですよね。設備もそうじゃん、昔スペースシャトルのチャレンジャーとか爆発したことあるけどさ、ありました、ね、爆発したからさ、じゃあ次作るって言ったけど結局作んなかったの、うん、補填できないんだよ。そのぐらい大変なわけよ。そうするとさ、点検も前の日からやってるレベルじゃないよね。発射するって言ったらさ、数ヶ月前からずっとシミュレーションやってて、で時々テレビのニュースやってるけどさ、5、4、3、2、1、あれ発射しませんって言ったら、緊急停止装置が作動して、発射 0.1 秒まで停止ましたとかって言って、爆発しちゃうぐらいだったら止めるわけよ。それホリエモンの民間ロケットですら発射何分前に停止したとかってやるんじゃない、はい、だから準備ってそういうことで、はい、絶対失敗しちゃいけないって言うの。それは我々で言うんだったらオペ、オペが準備できましたっていうのは我々で言う、すいませんオペの支度できましたとかって言ったらさ、麻酔はないですよとかね、メスはないですよとかって言ったら、あれ患者さんは患者さんもいないですよとか準備だけできてどうするんだって、いや支度でしたとかってさ、そうなっちゃうわけだからそれを転じて、はい、結局だから支度のレベルで生きてるやつってすげえいるんだよ。だそれはもう例えば経営者レベルで言ったらすぐ倒産しちゃうじゃない。そうですね、うん。